こんにちは。萩田整骨院のトータルライフアドバイザー小川隆弘です。今日から全4回にわたって腹筋オーバルエクササイズをご紹介していきます。まず腹筋とは大きく4つに分けられます。1つ目が上の部分、上部、そして下の部分、下部、そして内腹斜筋、外腹斜筋という斜めになっている部分、そしてこの絵で言うと横に走っている腹横筋、深部、大きく分けてこの4つに分けられます。そして一番大事なのが腹筋の働きとは、体を動かす、体を固定する、内臓を支えるという働きがあります。これらの働きを持っている腹筋が衰えてしまうと、体を動かすことができなくなると代謝が悪くなってしまいます。これのせいで太りやすい体質になってしまいます。あとは体を固定する働きが弱まると姿勢、歩き方が悪くなってしまいます。内臓を支える働きもあるので、支えられなくなるとぽっこりお腹の原因になってきます。こんな大事な働きをする腹筋を鍛えていきましょう。今日は1回目ですので腹筋上部のエクササイズです。ではどうぞ。